サンゴ礁の海から YouTube へようこそ。ご視聴いただきありがとうございます。これから石垣島にお越しの方々、6月7月のシュノーケリングの見どころ、時期に合わせての水中風景の旬をお届けいたします。年間を通して石垣島の海はお魚さんはいっぱいいますが、6月7月の水中の季節感といえば産卵期のお魚さんや幼魚が増えてきます。この時期だからこそ楽しめる旬の風景を動画にてお届けします。サンゴ礁の海から。まずは水中世界のご案内の前に、空天気の様子から。例年6月中旬には梅雨明けが発表されます。そうなると夏本番の到来です。そして7月に入れば台風シーズンです。ただ台風さえ来なければベストコンディション、それが石垣島の夏の海です。それでは水中世界を覗き込んでみましょう。5月、6月、7月、8月いっぱいくらいまででしょうか。小さな魚さんがわしゃわしゃいっぱいです。これは冬にはいません。夏ならではの風景の一つです。シュノーケルポイントを泳いでいて遭遇するととっても嬉しくなります。魚に囲まれる幸せ、それを実感できますね。そして幼魚が増えればやはり産卵期を迎えている種類も多いです。こちらレバスズメダイ、2匹寄り添って体をスリスリすり合わせているのは卵を産みつけている様子です。普段は中層スイスイ泳いでいますが、産卵期は水底に大集合している圧倒的シーンを見かけることができます。そしてさらに、これは昔は可愛かったのにシリーズ、子供の時はとっても可愛い南ハコフグの幼魚、まあ幼魚といってもちょっと大きくなってきていますね。小学生ぐらいの年齢でしょうか。近づくと時たま振り返ってこちらを見ますね。そしてこの時期ならではというわけではないんですけれども、案外出現回数が増えるような気がする種類、それがヤッコ系ですね。こちらは縦縞巾着鯛というお魚になります。ヤッコの種類はちょっと大きめ、大型になる種類が多いです。それだけに人気のあるお魚さんです。このすごい模様面白いですよね。色鮮やかすぎます。そして今映っているのはさざ波ヤッコ、この縁取りの青色がとっても鮮やか綺麗です。特に6月7月頃、意外と近くに寄って観察できるような気がしますね。普段は警戒心が強く、見つけたらもうすぐどっか行ってるっていうパターンが多いです。ほら、青の縁取りとっても鮮やか綺麗ですね。そしてこちら大きなエイです。ちょっと深めのところで砂をワシャワシャして餌を食べているのでしょうか。もぞもぞ動き回っていました。こちらも年間通して見ることができるんですけれども、やはり遭遇する回数が多いのはこの時期かな。5月6月7月あたり、そこら辺がよく見かけるような気がします。エイは危険生物になってますね。尾びれに毒を持ってたりする種類があるので、見つけた際は近づきすぎないようにご注意ください。シュノーケルでビーチを泳いでいる時も出会う可能性のある生き物の一つです。そしてさらにこちらも危険生物の一つ、遠くにシルエットで映ってます。こちらサメですね。あー、怖いと思う方安心してください。ネムリブカという魚、タコや貝をメインで食べて人を襲うことができない種類です。そういうことをしておけば海も安心して楽しめますね。ということで今回の動画は、石垣島の水中世界、6月7月の旬といえばをお伝えいたしました。年間通して魚さんはいっぱいの石垣島です。でも6月7月は幼魚たち、あと産卵期を迎える魚がにぎやかに活動をしております。季節感を楽しめる時期の一つです。サンゴ礁の海からは石垣島北部東海岸でシュノーケルグラスボートツアーを少人数で行っております。海に対して不安のある方、心配のある方、ちびっ子からシニアの方々、そしてベテランさんまで十人十色のサポートが自慢です。興味のある方、どしどしお気軽にお問い合わせください。ではでは。